どうも、岩井です。今回いじっていくのはこちら。オービルのサンダーバードですね。まあこれ自分の持ち物なんですけど、これまあたまに使うんですけど、とにかくね、ヘッドがよう折れるんですよ。もうやばいことになってますけど、もうね、何回くっつけても、もういろんなところからヘッドが割れるんですよ。なのでこうね、ダボ入れたりとか、なんかこういう強化版みたいな入れたりとかいろいろしてるんですけど、もうちょっとラチあかんというか、もうだいぶ鬱陶しくなってしまったので、なんでサンダーバードのネックがこんなに折れるかっつったら、マホガニーなんですよね。ネックがマホガニーのくせに角度付きでこのでかいヘッドというのがまあ大きい原因なので、じゃあもうマホガニーじゃない硬い木でちっちゃいヘッドを作ったったらええやんっていうのが今回の回でございます。で、まあちっちゃいヘッドにしようということで、ペグをね、今の4連から2対2にしたいので、またね、ミュージックリティのペグを買いました。こういうタイプのものですね。これでだいぶちっちゃいヘッドはデザインできるかなと思います。とりあえずですね、サンダーバードのナット幅がまあ 39mm なんですよね。なのでまあセンター決めて、そっから変えていった方がいいかも。自由に。で、39mm やろう。まあ、なんか書きますね。ベタにこんな感じですかね。まあ、センターライン引いて、ナット幅書いて、で、ナットからね、この弦の間隔を軽く書いて、こうセンターラインにこう平行に引いて、で、そこにこのペグの縁が当たるようにみたいな感じで製図しました。どうですかね。普通？大してめっちゃかっこよくもないけど、ダサくもない。普通？はい、じゃあヘッドの形が決まったんで、これを切り抜いていきまーす。で、このヘッドを作る材料なんですけど、これです。これはフローリング材っていうか床材なんですけど、これがまあいい感じに硬くて厚みもちょうどいいので、こいつを使うと思います。でもこっちの面がね、なんかちょっとこの凹凸が作ってあるんで、これをまずカンナとかで落とす必要がありますね。はい、さっきまで見せてた材料がですね、結構反りとかねじれがひどかったんで、もうちょっとマシなものを選定してきました。で、ここの段差削る作業なんですけども、まあ、この木結構硬いんで、やっぱね、こう、カンナとかのみではラチあかんやろうなということで、久しぶりの登場、トリマーテーブルでもやっちゃおうと思います。まあ、今ちょっとビット、ちょっとちゃうビットついてますけど、変えてやります。それでは久しぶりに、寝室でやらない方がいい作業を寝室でやっていこうと思います。
はい。で、まあまあ、ちょこちょこ残ってるところがあるんですけど、ここをのみで落として、で、この、まあ、両端切り落として、で、製材 OK としましょうかね。まあ、表面、こっちもまあ、ちょっとヤスリかけたりぐらいはしますけども、まあ、そんな感じでいきます。はい、ペーパーをかけたりなんかして綺麗な板材になったのでですね、この外周とか実際に作る時のジグテンプレートを作っていきます。いつもの通りこれですね、 MDF 版でございます。これでやっていきましょう。はい、まあヘッドの外形ができたんですけども、本体のヘッド切り落としてこれを裏から貼るだけでは多分強度的に弱いかもしれないなとちょっと心配なんで、ここのね真ん中を落として、でなんか切り欠きみたいにして裏からパコッとはめつつボンドで止めるみたいなにしたいので、ここのね溝も掘ります。はい、ということで、テンプレート仕上がったんで、本ちゃんの材料を、まずラフカットしていきまーす。はい、ということでラフカット結構苦労しましたができました。やっぱこの木硬いですね。ということで、テンプレート両面テープで貼って、コロ付きビットで切っていきます。いきます。
外形できたんで、ここにね穴のセンターだけ印して、で剥がします。よし、取れた。ロッド調整をするためのここの溝を掘らないといけないので、このジグをねずらしてこうやって貼って、んでまた取り回で掘りましょう。はい、ここなんですけど、取り回で落とそうかと思ったんですが、まあ5ミリくらい落とせばいいだけなんで、このホビールーターで削っちゃおうと思います。やっぱ俺この手の造形うますぎるな。はい、ではペグ穴を開けていこうと思います。ペグ穴の径なんですけど、このですねブッシュの直径、これですね、これの直径でまず12ミリ開けていきます。12ミリのドリル買ってきましたんで、これで開けちゃいましょう。はい、ということで、ちょっとボール盤では開けるところをミスって取れてなかったんですけど、こんな感じで自由に開けまして、ブッシュがねジュボッと入りますが、ペグのこの部分はもうちょっと太いね、これ14なんですね。なので裏側から14でちょっと段付きにしないといけないんですが、14のドリルってあんま売ってないんですよね。なのでまあこんな感じのテンプレートを作って毛がいて、またねこのホビーリューターで削ろうかなと思います。結局ですね、いろいろ考えて15ミリの穴を開けることにしまして、15ミリでこう段付きができました。一旦ペグ組んでみますか。ここもいけてるね。こんなちっちゃいヘッドができたわけです。かっこいい。ではですね、いよいよ本体につけていくためにヘッドをぶっ飛ばします。まあその後にこの切り欠きに合わせたり、こうそこからどんだけの距離にするかとか、そういう風に掘り込んだり設計したりしていきます。もうとりあえずノコギリで切っちゃいます。もうペグつけたまま、もうここはもうオブジェにしますわ。よっしゃ、行きますまあでもこの辺はほとんど残らないんで適当で。でここにローズの補強板を入れてるんですけど、これをまず飛ばします。
こっからこっちは全部落として、ここはまあ真ん中残してこういう風にねやるんですけど、その深さ、まあこのマスキングテープで基準作って、でまずまあこっちをね落としてしまってっていう工程でやろうと思います。はい、まあここはある程度削れたので、ここのね溝を掘っていくんですけど、今この角になってる部分がこの股のここに来てほしいんで、まあこういう感じですよね。じゃあとりあえずこのここのリミットをマスキングテープで決めましょうね。まあここで直角な感じに、でこの真ん中のこの筋も描きたいですね。この幅が何ミリやっけな、例えば14ミリにしたんやったっけな。で、まあこれをのみで掘ろうと思うんですけど、まあ、この真ん中から徐々に広げていく感じの手順でいこうかな。片側こんな感じです。でもう片方掘って、で最後にここをちょっと丸めるって感じですね。でやっぱ削ってって思ったんですけど、こんな柔らかい木でネック作っちゃダメですよやっぱり。じゃあ反対側もあります。はい、ここまで削りましたんで、あとは現物合わせでまあ磨いたり削ったりまだしていきます。
さっき削ったりして調整してこんな感じになりました。で、よいしょ。ちょっと硬いんですけどね。うん、こんな感じです。じゃあ接着します。はい、ということでくっつけました。まあこんな感じですね。なんですけどちょっと一つ問題がありまして、このここですね、ロッド調整するここの溝を掘ったんですけど、これがですね、これロッドのあれですね、ちょっと足りませんでしたので、ここを掘って、あとこの背面をね削って整えていきます。タイムラプス。はい、のみで削ったりヤスリで磨いたり、隙間にちょっとパテ入れてまた磨いたりなんかして、こんな感じになりました。まあ見た目は結構グロいことになってますね。でもまあ結構握り心地いい感じに作れました。まあこっからまあ塗装してもいいんですけど、まあ後々ねこのベース全部全体リフィニッシュしたいなと思ってるんで、まあ最低限だけなんかこの辺だけ隠れるぐらいに黒く塗ろうかなぐらいに思ってます。でとりあえず、サンディングシーラー塗っていきましょうかね。はい、サンディングシーラー塗って磨いてこんな感じの仕上がりでございます。まあリフィニッシュはね後々やろうかと思って、まあとりあえず使いたいので、なんですけどもさすがにちょっとねこのままの状態では痛々しすぎるので、ちょっと指板だけマスキングしてなんか適当に黒いスプレーでも塗っとこうかなと思います。あとまあ一色にすることでもう凹凸が見えやすくなって仕上がりも分かりやすいかなって感じで、そうですね、指板だけマスキングして、なんかこの辺とか飛んでもあんまり気にしないぐらいめっちゃラフな感じに一旦塗ります。はい、まあ缶スプレーで塗ってちょっと磨いたりしてこんな感じですね。まあ、ちょっとねハゲて白いの見えてますけど、まあ、ちょっと急ぎで使いたい用事があるのと、まあ、今後リフィニッシュする予定もあるんで、まあ、間に合わせの塗装ということで、まあ、こんなもんでしょう。まあ、他のとこも結構ぐちゃぐちゃですからねボロボロですからね。なのでまあペグつけて弦張ってみようと思います。あ、もしかしたらテンショナーをつけないといけない可能性もあるんですけども、まあまあなんかその辺の部屋に転がってでしょう。じゃあタイムラプスで。
はい、ということで完成したものがこちらです。いやでもこんぐらいのサイズのヘッドが適正サイズなようにも見えますね。でちゃんとヘッド設計してるのでまっすぐペグまで弦が通るようにちゃんとなってます。まあ、ちょっと元の音の付き目はちょっと生々しいですけど、まあまたそのうち塗装します。裏面こんなんですね。よく見たらわかるんですけど結構綺麗にできてんじゃないですかね。かなりかっこいいんじゃないですか。じゃあ最後にちょっとだけ弾いて終わりにします。ありがとうございました。Thank you.